ピクテマーケットフラッシュご視聴の皆さん、こんにちは。ピクテジャパンストラテジストの田中淳平と申します。本日は弊社の客員フェローであります田中大成さんとの対談です。それでは大成さん、本日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日ですね、大成さんとお話しさせていただきるテーマでございますけれども、このシリコンバレー銀行の破綻ですね。これについて深掘りしていきたいなというふうに思っているんですけれども、 まずです、ね、シリコンバレー銀行がそもそもなぜ破綻してしまったのかこれについて視聴者の皆さんに個別の問題というよりもまず大きな枠組みとして捉えたいと思うんですけれども超金融緩和をした後に引き締めに転じるとこの種の債務破綻問題というのが起こりやすい、まあ、これはあのかねて指摘されてきたところですね。で経済学者ミンスキーが 言っていたのは、まあ、苦境に陥ったら金融緩和します最初はその苦境に対する手助けとしての金融緩和なんですけれども安易に低コストで資金調達できるもんですからそのうちそれを使って投機に走ったり過剰投資をしたり、まあ、こういう問題がどうしても起こってしまうでその後に引き締めをするとその資金繰りがつかなくなったところで破綻が起こるっていうことなんですね。ですから 私2023年が始まるときにある経済誌への寄稿で今年のテーマとして、えー、入れたのがこのミンスキー・モーメントミンスキーの瞬間って言うんですけどねこのモーメント瞬間なんで瞬間かっていうとなかなかですねリスクとしては分かっていてもいつそれが露見するかっていうのが分からないっていうことですねで大抵その資金繰りに困ったところというのはそれが 表に出て、風評被害だけでもダメになってしまうっていうリスクもありますよね。そうすると、まあ、それを表に出さないように必死になって資金繰り等をつけるために頑張ってる。でももうニッチもサッチもいかなくなって、ああ、もうダメだって言って相当事態が悪化してからそれが露見してしまうっていう、こういうことが多いので、まあ、大抵の場合はサプライズになってしまう。でまあ、してやそこまで行ってる時に起こるのは、最初はそういうふうに過剰投資をしすぎてましたっていうところが、 その悪化している債券とかそういうものを売却している間はまだまだいいんですけれどももう本当に資金繰り困るっていうと有料な資産まで売らなきゃいけなくなってくるっていうことでマーケット全体が一気に崩れて明暗がらりと一転してしまうっていうことがよくある、まあ、そのことがモーメント瞬間だっていう話なんですねですから今回の場合にもそのシリコンバレー銀行っていうそういうスタートアップであるとかベンチャーに対して融資をして。 であるいはファンドを紹介してっていうことをしてた銀行で、まあ、そういうところからの預金も受け入れながらお互い助け合ってウィンウィンでやってきたでただ金融緩和によってものすごくその資金調達が楽になった時に、まあ、そういうスタートアップベンチャーなんかはものすごく救われたわけですよねでもともとがまだまだ赤字体質収益が出るよりもはるかに手前の段階にいる、まあ、それだけに金融機関 あるいはファンド等との結びつきというのが極めて重要だというところなんですけれどもそれが今回の金融引き締めの中でだん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 資金調達が難しくなるそうすると預金取り崩して預金が減ってくるそうすると銀行側とすると資金が足りなくなってきたところで資産の売却をしなきゃいけないだけども持っていた債券が金利上昇で値下がりしているので損失が出てしまうこういうふうな悪循環の中で 今回の事態に至ってしまったと、まあこういう理解ですよね。ありがとうございます。 で、その、今回のシリコンバレー銀行だけでなく、シグネチャー銀行ですね。こちらについても、破綻が発表されて、それ以外のですね、地銀についても株価が急落しているケースがございますと。そういった中で FDIC、米連邦預金保険公社ですけれども、こちらがシリコンバレー銀行の預金を全額保護しますというふうに発表して、さらに FRB ですね、が緊急融資枠を設けたということで、まあ、これをもってですね、金融不安が収まるんじゃないかと。 というのような期待感もです、ね、高まっているかと思いますが、大輔、うんえー、さんはどのようにお考えでしょうかまあこれ、金融不安っていうのは、災害で言えばダムの決壊みたいな、まあ、こういうことに例えられるんですけれども、個別にひびが入っていて、ちょろちょろ水が漏れてるっていうんであれば、そこをさえさえすれば OK だ、だけれども、それでダム自体がこう崩れてきて、大きな水の流れになると止められないし。 ダムが決壊するるとと大災害になるっていうことですよねですから、まあ、これはの当局としてはいち早く日々の修復をするっていうことがもう重要で今回の場合でもお先週金曜日に破綻した、まあ、このニュースになったときに週末のうちにいろいろ対策練ってで月曜日マーケットが開く時アジア時間にももうその対応策を発表して。 でそれ以上ひびが広がらないようにしなければいけないっていうことにはなったということなんですね。まあですからその点では、えー、うまく今回もやっているということは言えます。ただ問題なのは金融引き締めが続いていてでおそらくひびはそこら中にあるんだろうということですね。そこだけではない。でしかも銀行だけではなくてそれは企業にもあるかもしれないしファンドにもあるかもしれない。 そして今回、その銀行の預金を全額保護しますよって言ったことで、当面は安堵できます。ただ、もともとそういうスタートアップのような企業は先ほど申し上げたように、まだまだ赤字体質。これから頑張って黒字を将来出したいっていうことでやってるようなところですよね。そこが、その取引銀行がなくなってしまったっていうときに、資金繰りどうするのっていう問題は、かなりの程度残っていく。そこに絡むファンドもある。 それは他の銀行にも話としては波及していくことなのでそうなってくるときに今後金融引き締めが続いていくとどこかでまたそういう問題が起こるんじゃないかそれが広がったときにそれは対処できるのかっていうそのミンスキーモーメントが小さいものがいくつかあっても常にくすぶっていくっていうそういう問題だってことは理解しておかなきゃいけないんだと思います。そうですね あの、今回のですね、シリコンバレー銀行のケースで言いますと、やはりその、えー、アセットサイド、資産サイドと負債サイドのミスマッチですね。これが大きかったなというふうに思います。あの、資産側ではですね、えー、この債権の投資、これが、まあ、損失を抱えてしまったということ。えー、それから、えー、負債サイドについては、預金ですね、えー、これが、まあ、流出してしまったということで、このファンディングギャップが生じてしまったということが、今回のですね、え、この破綻につながってしまったのかなということなんですけれども、 まあこれ特殊なケースかもしれません。しかし今後ですね、考えていくべきことは、まあ、大介さんも先ほどおっしゃられましたけれども、これひょっとしたら今度は資産サイドですね。このミスマッチじゃなくて、資産サイドで、この例えば融資の焦げ付き、こういったところが発生して、引き当て金が積み上がって、その融資基準ですね、これが引き締まって、景気全体がですね、悪くなってしまう。そういったリスクもあるのかなというふうに思うんですけども、そこについてはいかがでしょうかね。いや、もうそれはおっしゃられる通りだと思います。 ですから、金融引き締めをこれだけやっているということ自体が潜在的にはそういうリスクをどん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 高めているというところがあるわけですよね。まあ、それもあってです、ね、ノーランディングとか言われるといやそれって相当条件厳しいと思うんだけどというのが私の実感で金利を単純に上げていくしかも逆イールドが短期ゾーンにまで及んでしまう。 そうするとこれは銀行側としても貸し出しをしようという意欲が失せてくるのでただでさえ資金繰りで苦しいところがもっと苦しくなってしまう。でそういう今回起こったような火種がそこかしこにあるのに金融自体がさらにタイトになっていくんだっていうことのこの最終局面に向かっているわけですよね。ですからインフレが高止まっているからもっと金利を上げなければいけない確かにそうなんだけれども。 やっぱり超緩和の後の引き締めっていうものがこういうリスクを内在しているこのことはもうとにかく頭に入れておかなきゃいけないですからなんとなくノーランディングで株いけるんじゃないとかって思ってるとこういう問題によってはしご外しが起こりうるということですね。ちょうど年明けから1月2月3月ですね。月月は12月の日間からななんとなく金利が下が下ってきてき 利上げも控えめになるんじゃないかインフレも控えめになるんじゃないかって言ってちょっとこういい気になって株が上がりましたよねところが2月の頭に経済指標がボーンとばぶれたインフレ指標も強かったって言って株はドッと落ちてしまってで金利の方は逆に大きく上がった、まあ、これに対して、えー、果たして3月の指標はもうちょっと揺り戻しがあって金利の見通し高くなりすぎている分が落ち着いて株も落ち着けるんじゃないか。 そこで FOMC 迎えて果たしてどのぐらい高派なんだろうこういう観点でこう見てきたんですねこういう普通の相場の力学確かに経済指標とか季節要因とかいろんなことによってですねぶらされたから上も見て下も見てっていうことでものすごく興味深いパズルにはなってたんですけれどもこういう普通の力学に対してこの債務問題っていうのは全く違う話になってしまうということですよね ですから雇用統計で賃金が伸び悩んでたからほんの少し金利が下がりかかってああこれだったら株にはプラスかもぐらいの淡い気持ちを持ったところで債務の問題が出てきたらいきなり金利ドーンと下がったでこの下がったことは株にとってプラスなのかっていうとリスクオフでもうこれから金融不安どうなるんだろうっていうことでとにかく株等のリスク資産を売って 安全資産であるる国際、まあ、流動性です、ね、を確保すというところにみんなが奔走する。まあ先ほどダムの結果の話をしましたけれども高をくくっていてちょっと逃げ遅れると大変な損害を被りかねないっていう事態なのでみんな平常性バイアスいや大したことないよっていうバイアスを金なり捨ててでとにかく流動性確保に動かなきゃいけないっていうことであれほどの強い反応になってしまっているというところがあるわけです。 まあもちろんですね、先ほど申し上げたように、ひびが入ってくれるようなところを簡単にまず最初は止められる。そこを遅れずに対処したっていうことで、落ち着けば、ああ、ちょっと債券も買いすぎたかな、行きすぎたかな、株も心配して売りすぎたかなっていうところの揺り戻しは起こるんですね。でも揺り戻しは起こるんだけれども、今回起こったようなことが一回あると、次、また同じようなことが起こったらどうするんだろうっていうことについてはずっと頭が行く。 で銀行だったらまだしも今回は預金保全されたし他も大丈夫なんじゃないかっていうそういう気持ちになったとしても先ほどおっしゃられたみたいに融資先が焦げ付くとかこういう問題あるいはファンドの資金が立ち行かなくなってくるとかこういうことがバラバラ出てきた時にどこまで救うのかっていうことが必ず出てくる問題なので、まあ、このことはもうずっと延々くすぶり続けるというふうに思ったほうがいいと思うんです。 そうすると短期的には株式市場ちょっと戻ってくる可能性もあるかと思いますけれどもそういったリスクがあるんで中期的にはやっぱり警戒が必要そういう理解でよろしいですすかねねそうです、ね、あのこれまで2023年はまさかの年で上り坂下り坂ってきた相場がもう下り坂の途中だとは思うんだけどもちょっと持ち直したりしていろいろがたがた動いてしまってっていうことで。 もうううまさかかが連発するんじゃなないかといとよこととをシナリオししててイメージしてきたんですねでこのまさかの中でこれまでのパズルの要因要素っていうのは景気が思ったよりもしっかりしてる期間が長引きそうだインフレはずっと下がってきたけど今後下げ渋るしもうちょっと上がるのかもしれないで金利がその分高止まってしまうんだろう でこの時間が例えば半年も続いたらいや1年後にはやっぱり景気のリスクになるんじゃないかっていうこういう捉え方だったわけですでそこにそういう見方で通常の力学でこの3つを捉えていたら突然この債務問題がボンと出てきてゲームチェンジャーのように明暗がらりと変えてしまってっていうのことが起こりうるだから山道の曲がり角で本当にこう険しくて先々がなかなか見通せない こっちに曲がると思ったらまたこっちみたいなことをしているところでいきなり滑落するような問題っていうのがこの債務の問題で出てきてしまうということでパズルは一つまた複雑になってくるでもこういう金融引き締めの最終局面っていうのはやっぱりそれは頭に入れとかなければいけないっていうことではあるんですね今ですねあの市場見ておりますと FF 金利の先物ですねで。これなんですけれども、まあ、この債務問題が出てくる前はですね、FRB の最終利上げ到達点、これが5.6%くらいまで織り込まれていたんですけれども、今はですね、それが5.0%までかなり低下してしまっていると。さらには、えー、年後半の利下げ期待、これも、まあ 交代していたんですけれども、この再問題の後はですね、むしろ利下げがまた再び織り込まれているというような状況だと思うんですけれども、これはですね、まだそうなるとは限らないと。今後、まあ、今週ですね、特に CPI、PPI も出て、氷ーーアイラも発表されますと。さらには FOMC も来週控えていますという中では、まだ決め打ちはできないということですよね。うん、まあ本当にこれでインフレが高止まってるから、 やっぱり金利上げなければっていう話になっていくと今回のような債務破綻問題というのがボンと出かねないそういうリスクをはらんでいるだったらそんなに上げられないんじゃないかっていう話になってくると今度はインフレが止められるのかってうこういう話にもなってくるまあそれだけにですねパズルは本当に複雑化してくるでその中で当局が何をしたらいいかっていうことを模索しなければいけないでマーケットがそういうふうにグズグズいくっていう ことが一つの流れではあるんですけれどもまああの語弊なくというか誤解なく申し上げれば例えば今回のようなことで金融不安がもっと広がってしまうそうするとそれによって経済の見通しも悪化してくるああさすがにインフレも鈍化してくるっていうこういう流れになるとやっぱり株は売られていくんだろうということだと思うんですがその分だけ 次の金融緩和が早まるっていう状況になりますよね。で、こうなってくると、これは意外と投資家にとってみると新たな買い場が来るっていう話にもなってくる。今の景気が持ちこたえているっていう見通しは、景気が持ちこたえても金利が上がっていくから債券金利が高いところでグズグズしてて、いつ買いに入ったらいいんだろうっていう,ような感じがこうずっと続きますよね。株についてもどっちつかずでこう。 上がったり下がっったたりり下ちょっと頑張って上がったと思っても割と短期のラリーでそれが比較的早い段階でロングが積み上がるとストーンと売られてしまう、まあ、そういうことをこう繰り返していってなんかグズ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 パッとした投資ができないなっていう感じが続く可能性があるわけですところがまあ一旦ストーンと落ちるっていうサイクルにメリハリがつくとそれまでにイールドハンティングだって言って買ってた債券は一気に値上がりして花開くドル円に関して言ってもおそらくドルが下がります で円高になると、円転してた分、ドル転するだけで、再儀が取れるし、金利が下がったところで、米株、これから新たな金融相場だって話になると、そこに買い向かうことができると。ですから、この辺いたしかゆしっていうか、いろいろ不安がある、そこに関わってる人たちは、ものすごい苦しみを味わうことになるんですけれども、投資家目線で言えば、何かが起こっても、その事態は受け入れた上で、次のチャンスって何なの とといいいううここをやっぱり考えていくっていうことになるんですねですから今回持ちこたえたってやっぱりそれはいろいろぐずぐずまた続いてしまうんだろうっていうことですっきりしない状況にはなるんだけれどもそれで行くことがいいのかあるいは何か問題が起こった時にああこれだったら次のチャンスっていうものをまたそこに見いだすことができるんじゃないかとかいろいろそういうことをですね投資家としては考えていくということにはなると思います。まあ、リーマンショックの後も あれだけの苦境でしたけど2008年の9月にリーマンが破綻しただけれどもあそこから超金融緩和が始まってで株は半年後に底打ちしてるんですねですからその底打ちをしてそこから先株は上がってった、まあ、そこから大きな本当に相場になってでアメリカの資産っていうのはものすごく値上がりした一方で日本はアメリカがものすごく金融緩和した時に 追加緩和をさほどしなかったということでドル安円高になって円高になった分だけ日本株がずっと圧迫され続けてで日本側ではそもそも金融危機アメリカ発じゃなかったのっていうぐらいに日本苦しい目にあったわけですよねでも今回はそういうサイクルについてきちんと理解していれば先ほど申し上げたようにイールドハンティングだ株の買い場だで炎天した分のドル天だ こういうものっていうのをちゃんと取っていけば、いろいろチャンスも出てくる。まあ今起ころうとしていることは、きちんと対処したから、短期的にすぐさま事態が悪化するということはどうやら避けられたようだ。でも、そのことでちょっと先送りされてそういうリスクが出るということは、常に頭に入れとかなきゃいけない。ずっとリスクが出なくっても、それによって最後金利がある程度上がっていれば、その先ではインフレなのか景気なのか、 まあこういうところから次のリスクというものがまた生まれてくる、まあ、今回の場合にはそういう時間ごとに区切って考えるということと突発的に物事が変わるということにの両方を見ていかなきゃいけないのかなというふうには思っている次第ですそうなりますとやっぱりその景気後退で企業業績がさらに悪化する。 あるいは金融不安で、えー、そういった銀行株中心にまた値下がりするといったようなまずそこがです、ね、先に織り込まれてからそのにまに金融緩和ですね FRB のそこが織り込まれることによってちょっと戻してくるとまずは株安が先でその後に金融緩和によって戻ってくるとその順番で整理でよろしいですかねそれとも違いますかね、うんまあ、あの順番としてはやっぱりその金融緩和があって株高っていう流れからするとその手前で ももうう波乱二波乱株についいいてもあるんだという理解ではいますただその株の波乱がこういう今回のような金融不安が先に来ることによって大きく落ちてっていう展開これがまあ一旦回避されたけども今後もどっかであるかもしれないでも順当に金利が高いままである程度いってでなんとかなったねっていう話になった場合もその後でやっぱり景気が悪くなるということについて捉えていくことになるのでそこがもう時間の問題ってことですよね。 私の場合にはこれだけ金融引き締めをしているのでやっぱりノーランディングでなんとなくうまくいったねっていうそういう可能性よりはどこかでやっぱりその調整が入って次のステップに移っていくっていう捉え方をしていくのが筋だというふうには思っていますありがとうございます。 私もですね、あの、シカゴ連金がですね、これ算出してます、金融環境指数です、ね。ファイナンシャルコンディション指数というのがあるんですけれども、これにまあ注目してまして、まあ、これだけ FRB が金融引き締めしたにもかかわらず、あの、金融環境指数ってまだ緩和的なんですよね、うんで。過去の、例えば70年代の利上げ局面とか見てみると、かなりですね、その指数って緩和から引き締めにですね、転じてたんですよ。でも今回はそうなってないというところを見ると、 まだまだ払いがあるんじゃないかなというふうに私もですね、ちょっと警戒しているところではありますいや、本当にそうだと思いますね。あの、引き締めはすごいけど、インフレが高いもんですから、そうすると、実質金利っていう観点では、足元の金利だけ見れば大したことがないっていう、この状況が続いている。まあ、ですから、引き締めはすごい。債務問題も気になる。でも、実質金利の観点で言うと、意外とまだ低めなんだと。 こういう悩ましいところをずっと23年は辿っていくんだというふうに警戒しています。ありがとうございます。それではお時間になりましたので以上をもちましてピクテマーケットフラッシュ終了させていただきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。どうぞ今後ともピクテジャパンよろしくお願いいたします。それでは大久保さん本日もありがとうございました。ありがとうございました。